ということです。今日はうまくいかないときは開き直るってのがありかもしれんっていう話をしていきたいなと思います。なんか今日ダメだっていう日ありますよね。いいアイディアとか作戦がね思いつかないとか、例えばねバク転練習してるんだったらどうしたって曲がっちゃう日みたいなね。あ、今日バク転曲がる日だみたいなね。なんで日だみたいなね。曲がるぐらいだったらまだいいですけど、危険性のあるレベルのことをするときだとマジで危ないんですよね。そういうときこそ冷静さが必要だと思うんですよね。今日もうダメだって一旦離れることでそれができるんですよ。アイデアとかだとそういう瞬間に生まれるんですよ。一生懸命考えて一旦離れた時にハッて思いついたりするんですよね。そうじて何が言いたいかっていうと、練習うまくいきません、一旦その技の練習から離れますってすると怪我防止にもなるし、変な癖つくのも防止できるし、そういう時こそ基礎練する基礎に戻る口実にもなるし、新しい視点を持てるようになるから、結果長期的に見たら成長するんじゃねっていう話なんですよ。言うまでもなく基礎が一番上手くなるので、ロンダーと下手なら側転戻ってみようみたいなね、そういう時なら戻れるじゃないですか。だってやりたいメインディッシュが、メインディッシュっておかしいな、食い物なの草って感じだな、メインの練習がおかしいんだから。あとはメインの練習は諦めてもメインに繋がりそうな別な技を練習するとかでもいいんですよ。でここでひらめきが必要になってくるんです。この技やったら役立ちそうとかでもいいですし、他の視点でもうオリジナルの練習方法作戦でもいいんです。例えばね、なんかあのバク転が曲がるんだとしたら、エバーマットにね、こう心身バク宙みたいにやって腹落ちしたらいいかもみたいなね。その場合曲がるかな、曲がらないんだったらこの練習いいかもなみたいな。だから冷静な戦略を立てるためにも、ひらめくためにも一旦離れる、開き直るっていうのがいいかもねってことですね。離れられずにこだわってしまうっていう場合は、それはねもしかするとサンクコストバイアスっていう、コストかけたものに執着したりとか、それがいいものだとか絶対だみたいにね思い込むバイアスにかかってるかもしれんので、この場合はその技に対する時間とか労力ですね、そう思えると開き直れる可能性アップするかもです。以上ムラドでした。バイバイ。